長州出身の政友会総裁田中義一が憲政会の若槻礼次郎に代わって首相の座に就いたのは昭和2年4月のことです。田中義一は国会の答弁などでもオラがオラがを連発することからオラが大臣と呼ばれ、飾らない人柄は市民の人気を博しました。長州閥に連なる田中は陸軍大将、陸軍大臣を歴任した後、軍服を背広に着替えて政友会総裁に就任。軍人の頃から政治に強い関心を持っていました。こうして誕生した田中内閣は中国に出兵、内政外交ともに強い姿勢で臨みました。内政の面では治安維持法の最高刑を死刑に引き上げるなど、共産党の活動を厳しく取り締まり、また台頭しつつあった労働者の運動を規制しました。張作霖爆殺事件が起こったのは昭和3年6月のことです。中国東北地方旧満州に勢力を持つ軍閥の一人で、田中とも深いつながりのあった張作霖は北京からの帰途、列車もろとも吹き飛ばされたのでした。旧満州を完全に支配しようとした関東軍の一部の謀略によるものでした。真相を知った田中首相は一旦は関係者の厳重な処罰を天皇陛下に上奏しました。しかし後には日本軍が関与した証拠を得ずと報告、天皇陛下に叱責される結果となりました。このため田中義一政友会内閣は昭和4年7月総辞職しました。戦前、首相の任免は天皇の大権行為でしたが、実際には天皇が自ら指名するのではなく、元老の推薦に基づいて行われました。後には重臣と呼ばれる人々がこれに当たりました。昭和になってからは、この西園寺公望がただ一人の元老として天皇を保筆したのでした。元老や重臣は憲法にも規定のない特別の地位で、明治維新以来国家に功績のあった人々から選ばれました。最後の元老西園寺は政変のたびに静岡県興津にあった別荘から上京して次の首相を推薦したのでした。田中辞職を受けて元老西園寺が次の首相に推したのが民政党総裁の浜口雄幸でした。浜口は武骨で口数が少なく、その風貌がライオンに似ているところからライオン宰相の名で親しまれました。この現状に鑑みまして速やかに金の輸出禁止を解除するという決心をいたしたのであります。我々は
その準備のために絶大の努力を払わなければならんのであります。その準備と申しましてもいろいろありまするけれども、その最も大切なところの浜口内閣は緊縮財政と協調外交を二大方針として打ち出しました。これは金解禁政策の必要を訴える浜口首相です。浜口内閣が金解禁と並んで断行したのが軍縮政策でした。金解禁により世界経済と歩調を合わせ、ロンドンで行われた軍縮会議に若槻全権以下の代表団を送って、アメリカやイギリスなどとの間で海軍の軍備を制限する条約に調印しました。帰国した代表団は歓声をもって迎えられました。しかし昭和4年10月、ニューヨークで始まった恐慌は翌年日本にも波及。金解禁により世界経済と結びついた日本経済も深刻な打撃を受け、ロンドン条約の調印に対しては天皇の大権を侵すものだとする、いわゆる統帥権干犯問題が起こって、浜口首相は右翼の凶弾に倒れました。重傷を負いながらも浜口おは、これも男子の本懐と叫んだのは有名です。しかし浜口の傷は癒えず、翌昭和6年61歳の生涯を閉じました。結果として浜口内閣は昭和の初期欧米との協調を図る最後の内閣となりました。昭和6年9月18日、満州事変が勃発。これに呼応して国内でもクーデター未遂事件が起き、軍部の政治進出のきっかけとなりました。我々がこの度の選挙に臨んで自分の主張を述べ、これに新内閣の責務と題して演説する犬養毅首相です。満州事変の後政権の座についた犬養は、藩閥中心の官僚政治に対して政党政治の確立を目指す憲政擁護運動の中心となって活躍した生粋の政党政治家です。他に対しては、しかし犬養内閣成立後、政党政治を否定するテロ事件が続発。犬養自身も昭和7年5月15日、首相官邸を襲った海軍の青年将校の一団のために暗殺されたのでした。この515事件の後、西園寺は海軍大将で前朝鮮総督の斉藤誠を首相に推薦しました。西園寺は政党内閣絶対反対を叫ぶ陸軍の圧力の下で、穏健派の斉藤誠に時局収集の期待をかけたのでした。昭和7年の満州国建国、日本はこの後急速に国際的孤立の道を歩むことになります。国際連盟からの脱退、そして226事件、226事件では首相官邸も決起した兵士によって襲撃されましたが、岡田圭介首相は辛くも難を逃れました。これらを機に軍部は一層政治に介入するようになりました。組閣にあたって陸軍大臣を出さないという手段で揺さぶりをかけ、
主張に沿わない内閣の出現を阻止しようとしたのです。